ニール・エス・ナウは、アメリカの政治家、軍人、禁酒運動家。禁酒運動のナポレオン、禁酒運動の父の愛称で親しまれる。メイン州ポートランドで、クエーカーの息子として生まれた。父、ジョサイアの仕事を継ぎ、性格業者となり、最終的に著名で裕福な、革製品業者となった。消防士として志願した。通ゲイにイグゼンプション。 フロムミリシアデューティービコーズオブザレピュテーションオブミリシアマスターズービードランケンバシャス毎年恒例の祭典で歓例となっている飲酒を控えるよう周りを説得し地元で知名度を得た1827年メイン州禁止会を創設した1837年前にワインを許すべきかどうかで分裂した禁止同盟の指導者となった19世紀 平均的アメリカ人は今日の3倍以上のアルコールを摂取していた。回顧録で彼はポートランドでは働く、男の給料の大部分は日々のラム酒に消える、と指摘した。さらに、それが普通であり、今7月には午前11時と午後4時に飲酒のため仕事を中断し、多くの食料品店がラム酒を時には歩道沿いに、 レモネードのごとく、桶に用意しているのを見ることができる。ニール・エス・ダウ博物館は、19世紀前半に、ロア・コングレス・ストリートから、マンジョイヒルまでのポートランドの主要なビジネス街の約1マイルの間にラム、ジン、ブランデーや他のアルコール飲料の販売店が、約300件あったと推定している。1837年に禁止法の成立を、試みた。法案は、 委員会の承認を得ないまま提出された。1849年、法案はメイン州議会を通過したが、ジョン w ブダナ知事が署名せずに終わった。1851年4月、ホイック等からポートランド市長に選出され、事実上、禁止法を単独通過させた。そのために議会と緊密に協力した。多くの議員が拒否権を行使するという期待にもかかわらず、 新知事ジョン・ハワードとダウンが会談を行い、6月2日、同法は署名された。これは、すぐにサメエンドウ、として、全米で有名になり、ダウンの名声を高めた。ナポレオン・オブ・テンプランスと呼ばれ、8月の全国禁止大会では、主要演説者となった。ポートランド市長として、再選に失敗し、禁止法を広めるため、アメリカとカナダで選挙運動を行った。 1854年、ポートランド市長に立候補するも落選した。1855年に立候補すると、新しい共和党は公然とノーナッシングは密かに支援し、47票差で再選を果たした。1855年、ダウが市役所に大量のアルコールを格納したとの噂が駆け巡った。これは、その後、 市内の医療会への配布用と分かったが、裁判官は捜査令状を発行し、調査しなければならなかった。州のアルコール禁止記念日である6月2日、約2000人の群衆が市役所の外に集合した。多くはアイルランド系移民であり、アルコールの禁止に反対の立場を取っていた。すぐに乱闘が勃発し、民兵は落ち着くよう求めたが、ボートが参加を拒否し、 ダウは民兵に発砲を命じた。男性一人が死亡し、七人が負傷した。この事件はポートランドシラム首謀堂として有名になり、ダウは裁判にかけられた。検察官は元司法長官、ネイサン・クリフォード、弁護人はメイン州禁止協会創設者、ウィリアム・フェス宣伝であった。最終的に無罪となったが、民衆からの指示はひどく下落し、 メイン州知事になる道は断たれた。1856年にメイン州法が廃止された。ゼネラル・ニール・エスダウン熱烈が奴隷廃止論者であり、自宅は秘密結社地下鉄道の集会場であった。ラムシュ貿易における西インド奴隷たちの保護にも関わった。南北戦争が勃発すると北軍に志願した。1861年11月23日に、 メイン州第13不評連帯大佐に任命され、ベンジャミン・バトラー少将指揮下の元ニューオーリンズの戦いに従軍した。1862年4月28日に順勝に昇進し、フロリダ州地区の指揮、続いてニューオーリンズ南部の陥落した2つのアメリカ連合国陸軍の砦の指揮を割り当てられた。ジャクソン、セイフィリップ砦である、ポートハドソンの包囲戦では、 抜群の働きを見捨てた。ファーストブリゲードインザ・セカンド・ディビジョン・オブ・ザ・ジックス・コープスを指揮した。5月27日の攻撃中に、右腕と左大体を負傷し、療養のために近くの農園に送られ、7月上旬に南軍によって捕獲された。リッチモンドとモービルで8ヶ月間投獄された。1864年2月25日に、 南軍の WH 会議将軍との交換で解放された。刑務所暮らしで健康を舞いし、1864年11月に除隊した。ポートランドに帰還後、すぐに禁止運動の指導者となった。1865年、この運独立運動は後に絶対禁止主義と発展した。禁止法支持者、ヘンリー・アダム・ストンプソンを副大統領候補に、 1880年、アメリカ合衆国大統領選挙では、アメリカ合衆国大統領禁止党候補であった。1305票を獲得し、第4位になった。レミニセンシーズを書いた。国民の間では、コミカルな政治家としての印象が強いが、一方、1855年から1955年の間続いた共和党支配の立役者として、 メイン州の政治に強い影響を残した。ポートランドで死去し、エバーグリーン墓地に埋葬された。ニューヨークシスタ店頭のニールダウアベニューとチコのニールダウ小学校は彼にちなんで命名された。ダウテイ自宅ニールエスダウハウスは1829年に建てられた。ありがとうございます。